はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、クサウトでございます。さて今日はですね、ちょっと今回 LG さんからですね、新しいスマートモニター、こちらを先行レビューさせていただけるということになったんですけれども、リコさんにずっとね、新しいモニターが欲しいって言われてたんですよ。っていうのも彼女が使ってるノートパソコン13インチのモニターなんで、動画編集手伝ってもらったりだとか、あとはね、最近オフィス作業で、確定申告の時期だったりするので、そういったね、作業、オフィス系の作業がすごくね、頻繁にあるということで、でかい作業環境欲しいと言われてたんですが、ちょうどそこでね、今回のお話をいただいたので、この新しい LG スマートモニターを、リコさん用にね、ちょっとセットアップして、実際にどんなモニターなのかっていうのを、ちょっと試してもらいながらね、レビューをお届けしていけたらなというふうに、思います。それではじゃあ早速今回もやっていきましょう。というわけで、こんにちは。こんにちは、リコです、はい、ついに来ましたよ、この間言ってたやつが。こちらマイビュースマートモニターのフル HD シリーズの、25インチモデルになってて、カラーはですね、ご覧いただいた通り白い、そう、ホワイトモデルになってます。一般的なさ、モニターっていうと黒くて、ごつくてみたいなイメージが強いんだけど、まあ、これあれのね、色も白だし、なんか可愛いね。そうなんですよ、これね、3辺フレームレスになってるから、すごくね、こうすっきり見えるんですよ。そうそこの縁がね、はい、どこに置いてもこうすっきり馴染みそうな感じがいいね。我が家のこだわりのインテリアともすごく相性が良さそうですよね、なんかこう圧迫感がないのがいいね。で、このモデルにはサイズ展開もあって、今ここにあるのは25インチのモデルなんだけど、他にも27インチや 31.5 インチといったね、サイズバリエーションもあります。僕みたいにね、ちょっともうこう専用の作業部屋があって、ね、それこそ広い作業スペースや高解像度がいいよっていう人は、そっちも選べるようになってます、なるほど。これさっきスマートモニターって言ってたけど、普通のパソコンのモニターとはなんか違うんですか？LG 独自の WebOS っていうのを搭載しているので、単体で YouTube とか Netflix とか VOD っていったね、コンテンツを見ることができますよ。これで Netflix も見れるの？はい、うちはさ、いつもテレビのリモコンの主導権は、クソートさんが握ってるんで、そうですね、これがあれば私が好きな時にいつでもこう、見たいものが見れるっていう。そうですね、映画とかドラマとか、映画とかドラマとか、そうそういうものが見れる、独自 OS を搭載しているので、いろいろできる。なので今日はちょっとそれをね、体験しながら、ちょっとね、いろいろとこうレビューをしていければなというふうに思いますので、ちょっと早速ね、ちょっとつないでセットアップして、見ていこうかなと思います。ということで、お楽しみ、というわけで今日もじゃあやっていきますよ。じゃあいつものあれいただいていいですか？よし。はい、ということでこれから、セットアップしていきたいと思います。すいません、セットアップはもう終わってます。電源つないだだけなのに。はい、これスマートモニターになってるんで、ネットも無線だし、パソコンとの接続も無線でいけるし、あとは、内蔵スピーカーとかも搭載してるんだけど、こう、ね、迫力のあるこう音声とかで楽しみたいっていう場合は Bluetooth にも対応してるんで、全部ワイヤレスでつながります。はあ、スマートですねそうです、スマートモニターっていうぐらいですから。素晴らしい。では早速電源を入れていただければ。これですね。おお、君見覚えがある画面が。テレビと一緒だ。はい、これが WebOS のホーム画面となってます。スマートフォンの、ね、アプリみたいに、こう好きな、ね、VOD アプリを、ダウンロードすればパソコンにつながなくても映像コンテンツを視聴できます。それこそ主要な、ね、YouTube とか Netflix、 あとプライムビデオとか、その他もろもろあるんですけど、ほぼほぼ、ね、そういった主要なストリーミングサービスは網羅されてます。で、操作はこの、ね、付属のリモコン、これがあれば普通にテレビを操作するような感覚で操作することができます。で、その、ね、リモコン以外にも実は、ね、このスマホのアプリから操作することもできるんですよ。携帯でできるんだ。はい、それがね、 LG シンクってアプリになってるんですけど、下の方にね、例えばじゃあ音声コマンドあると思うんで、それポチッと押してもらって、なんか喋ってもらっていいですか？じゃあ今日の天気は？
おお。おおむね晴れだって、はい、すごい、すぐ出てきた。なんでこれはいわゆるほらスマートスピーカーみたいな、あ、はい、そういう機能も備わってます。YouTube 開いて、おお、はい、おう、うちの YouTube チャンネルが開きました。オックスアートです。それで例えばあのリモコンマークが下にあるのでそれを押してもらえれば普通にあのリモコンとして手元でできるのがいいの。はい、そうなんですよ。テレビのリモコンであの検索文字入力するの大変だと思うんだけど、このスマートフォンのアプリとつなげば普通にキーボードであの文字入力することができるんで、まあ、好きな映画だったりだとか YouTube のコンテンツを探すのも、まあ、すごく簡単と。ちょっとね早速今 YouTube 見てるんですけど、やっぱりね IPS パネルですごく発色もいいし HDR にも対応してるのですごくねあの臨場感のある映像が楽しめます。もうすごい綺麗だねこれさ、はい、うちのあのテレビと同じ感じで、はいはい、スマートフォンの映像も飛ばして見れるの？あ、飛ばせますよ。あのエアプレイに対応してるんで。おお、できるんだ、うん。やってもらえれば。うん、やってみよう。普通に撮った写真とか動画とか、エアプレイで。はい、それ？こうやってさ、スマホで見てた映像を。パッとすぐに大きいモニターに切り替えて見られるのはすごくいいね。はい、というわけでこのねマイビュースマートモニター、パソコンにつながなくてもウェブブラウザーを搭載しているので、まあ、ネットサーフィンもできるし、あとは Google のね Gmail とかカレンダーとかスプレッドシートとかああいったものもパソコンと接続しなくてもここからね閲覧することができます。じゃあちょっとねあのパソコンとも実際にこの後つないでみたいなというふうに思います。ね、ちょっとねその前にこれ今見てもらうとすごい分かりやすいかなと思うんだけどさ、今あのそっちからすごい光さしてるじゃん。でこのねモニターアンチグレアになってるんで、あの分かる？確かに映り込みが少ないんですよ。このねパソコンの画面と比べると分かりやすいと思うんだけど、これ今パソコンついてるんですよ。モニターオンになってついてるんだけど、かなりねこうガラスのように映り込みがあるんだけど、こっちのモニターはねそういった反射がすごい少ないんですよ。これがアンチグレアです。では、パソコンとつないでいきたいなと思うんですが、はい、あのまあ、通常であればねこういったあの HDMI ケーブル、これを、まあ、パソコンに挿してこのモニターとつないでいくと思うんですけど、あのさっき iPhone でやってた AirPlay、それを使って、まあ、このねパソコンの画面をこっちにミラーリングすることもできるし、あとは、まあ、セカンドディスプレイ、マルチディスプレイ環境を構築することも無線でできちゃうと。お、画面が増える。素晴らしい。まあ、AirPlay、まあ、もちろん無線ではあるから遅延は多少あるんだけど、まあ、でも結構低遅延なので、まあ、オフィス系の、ね、作業をする分にはこういった無線でも十分かなと。まあ、その遅延がちょっと気になるような、例えばあの映像編集とか、まあ、そういった場合はね有線でやった方がいいかなというふうに思います。はい、これあれだね、はい、ワイヤレスで接続できるから、はい、ケーブルがいらないんだよね。まあ、いらないですね。すごくこうテーブルの上がすっきりするし、あれじゃない、ケーブルってさ、うん、つないでない時はさなんかこの辺にダラーっと垂れてたりするのが なんか見栄えが悪かったりとかするんだけど、うん、これだとワイヤレスだとそういうことがないし、うん、すごいいいよね。うん、すごくいいね。デスクの上も綺麗になるし、すっきり。これちなみにさ、はい、最近あの私ちょっと頑張ってる動画編集とか、まあ、この動画も君に編集してもらいますけど。え、そうなの？そういうのをこれできるの？あ、まあまあできますよ全然。Mac の方でまあ高解像度なものを写しておいて、でこっちの方でまあその広い作業環境が必要なあのまあ、ものは写しておいて、まあ、それでこう作業するっていうことであれば、まあ、クリエイティブな制作も、まあ、このモデルでは全然できちゃうかな。まあ、ただしそういう使い分けは必要かなっていう感じですね。なるほど、はいはい、というわけでリコさん、しばらくこれお借りしているので、はい、がっつりこれで作業してもらって、で後日あのちょっとまとめをね使ってみた使用感とかを取りたいと思うんで。わかりました、はい、これでバリバリやらせてバリ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 働いてください。バリバリ、はい、お願いします。というわけでまた後日。はい、はい、というわけでしばらく使ってみていかがでしたか、
いやあれだね、やっぱり今までよりも画面が大きくなる分、はい、作業効率っていうのがすごく上がるなと思って。ああそうですね、うん、で他のモニターもさ、はい、大きい画面のものはあるけど、うん、これは仕事以外でも使えるっていうのがねやっぱり良かったと思います。でしょ、こう家の中にこのモニターとか置いてしまうと、はい、やっぱこのスペースはどうしても占有してしまうわけじゃない。ああそうだね、うん、仕事用だったら仕事の時しか使えないスペースになっちゃうけど、はい、これは仕事でもそのプライベートでも使えるってなると、うん、その昔例えばワンルームに一人暮らししてた頃にとかあるとすごい良かったなと思う。そうだね、本当スペースの有効活用になるね、うんうん、だって俺がテレビでゲームしてた時ずっとここであの映画見てた。あそうそうでも今って、まあ、やっぱりリモートワーク、まあ、俺もやってたし、うん、まあ、そういう人増えたと思うんだよね、うん、で家の中にそのオフィスの一角をなんかこう持ってくるっていうんじゃなくて、その自分のやっぱりお気に入りの、ね、スペースの中にちゃんと仕事もできるし、でしっかりこう遊ぶこともできるっていうようなエリアを作れるデザインっていうのがやっぱすごくいいかなって思うので、すげえ急に明るくなってきたちなみにこのスマートモニターなんですけど、今だったらあの幕開け、あそこで先着順でですね最大36% オフの23,680円から購入することができます。これは高い安い、まあそのぐらいの価格の、まあ、パソコンのモニターって、まあ、あるっちゃあるんですよ、うん、まあ、でもあくまで一般的な本当にパソコンの画面を映すことだけのモニターなんだけ どこれやっぱスマートモニターで本当にいろんな機能がついてるっていうことを考えると、うん、もうすごいいい値段なんじゃないかなって、もうコスパに優れたモニターかなっていう気はしますね。解読、うん、というわけで、まあ、そちらの方のね、リンクは概要欄の方に貼っておくので、ぜひ気になるという方はチェックしていただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上でございます。はい、じゃあ、最後、リコさん、締めていただいてよろしいですか。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。またこのパターン。